おはようございます。ここは道の駅大谷海岸です。真向かいには防波堤のない海が広がってますよ。天気は相変わらずこんな感じ、降ったり止んだりです。今日はですね、ここから 200km ほど北上して9時のあたりまで行こうと思います。大谷海岸散歩してます。そう、今日は雨が止んでていいね。ここは気仙沼です。大谷海岸はスズメの戸締まりの、聖地らしいです。ここのねクリームサンドがスズメの戸締まりで出てきたって言って、そして後ろは防波堤がこの階段これになってるから海がすごくよく見えるんだよね。これが防波堤の代わりなんですね。掃除中、待機してます。ずっと雨で掃除ができてなかったから。テラよし、ピコよし。はい、今日の朝ごはんです。会津の桃と山形のさくらんぼ、そしてシベールのパンです。ピコちゃんお利口に、お利口伏せてますね。後であげるからね。多くの方がやはりオリンピックの一気見です。第5セットへもつれ込みます。すごい、セット意地はやってないんだ。見事、日本の男子が決勝となるんです。早々と決めてくれました。早速どうぞ。優しいな、いこう。外だよ、外。南米予選1位で勝ち上がってきました。パラグアイ、水戸選手が相手の全く相手の選手が桃だよ、桃おいしいよ。はい、テラよし。はい、よし。これはもう星田選手の素晴らしいプレーです、ね。おいしい。おいしいか、よかったね。で、前半23分、平川。はい、出発します。のんびりさせてもらいました、うん、道の駅大谷海岸、聖地でした。聖地でした。スズメの聖地でした。スズメの戸締まりの聖地やね。話の中に出てくるというか、モデルになったって言って、ピーナッツクリームサンドとかさ売ってるらしい。昨日ちょっと売り切れになってた。今日はさ、ほら雨降ってないからみんな泳いでるよ。本当だ。左側がねシャワールームとかあって、今日ちょっと泳ぐには多分寒いよ。寒いね。はい、じゃあ今日は岩手県の久慈のあたりまで行きたいと思います。そして今から行くのは潮吹岩。ここから久慈までは約200キロ、うん、だからほとんど移動になっちゃうな。そうだね。目の前に防波堤が、すごい人じゃん。気仙沼市パークゴルフ場や。これほら移行だよ。あ、本当だ、うん、ほら行こうだよ、行こう。で、そっちの前にパークゴルフ場、あれ灯台、正面がそうだ、あっちもあるよ、あっちも、うん、はい、三陸復興国立公園です。日本遺産岩井崎、ここねやってまいりました。化石と潮吹岩と竜の松っていうのがあるのって。あと横綱、竜、震災で波が引いた後一本の松が残され、その姿はまるで海に向かい津波に立ち向かう竜のようであった。
何があるの？あそこ出るね。おお。出たね。出たね。ちょっとだけだけど。うん。すごいね、コツコツだね。ねえ、取れたかな、でも。うお、待って。やべえ。行こう、俺。どうする？手が限界です。あ、出た、出た。キラちゃん、最近ふがふが。いや、よくやります。竜の松と、モニバズ。どう？ひどこと、見て。ひど見て。潮吹き見えたな。見えたね。一応。うん。本当に潮吹くようにシューって。ドーンとか言って。うん。では岩手県の方に向かいます。ほら、防波堤だ。防波堤。防波堤。こんなんがずっと続いてますよ。うん。うん、あ、これさ、ほら、うん、気仙沼。紅葉高等学校？紅葉か。紅葉高等学校。うん。紅葉かな。紅葉かな。どっち？ちょっともうボロボロになって読めないね。これグランドだったんだね。うん、すごい。ほら、正面ももうぐちゃぐちゃになってる。屋根が。てか上がなくなったの？中も入れるんだ。校舎の中も入れるみたいよ。あ、中歩いてる。入ってこっか。うん。ちょっと見ていこうよ。ね。600円です。ペット禁止。館内撮影禁止。一部撮影か。メニューの証しとして気仙沼市が来ます。はい。次々どうぞ。校長室。3階が津波で流されてきた車があって、うん、4階が到達地点。3階に車があるってすごいよね。うん、木まで、松の木まで流されてきてるじゃん。ここが津波到達地点。冷凍工場が激突したんだね。9801だけめちゃくちゃ古いやん、ね、フロッピードライブ付き、モニターも CRT やし、避難の上。ここに避難したの？さっき行ってきたとこ。津波に耐えたんだ、あの秀の山。こんな風になってたって。2階まで水が来たんだよ。ほら、だから2階まで窓がない。でもさ、最終的には南校舎の4階の高さまで到達しましたって書いてあるよ。あれか。津波に飲み込まれたけど、
今もちゃんと立ってるって。4階のここまでだよね。うん。ここまで来たやな。ねえ。うん。ギリギリセーフやな。本当だよ。ね、体育館はここです。ドアが閉まります。ここです。ずず。あそこに。車が重なってます。気仙沼市の大震災にこう伝承会に行ってきました。そしてアンケートに答えてステッカーです。行ってまいりました。はい、ちょっと最後のビデオが一番聞いた。あの卒業生代表の、うん、当時あれが一番気、うん、これもほら目の前の、ね、まだ宮城県なので、はい、岩手県に今度こそ入ります。絶対無理じゃんいやもう次の目的地は岩手だから、あと165キロ復興道路入りました。雨降ってきた。この辺りになんかまた雨がちょっと集中してるみたい。止んできた雨。うん。浄土ヶ浜折口って書いてある。浄土ヶ浜もいいよね。ね。ここはすごい高いんですけど、ここを出てください。なんかすごい道ですね。右です。そして、この辺にある北川食堂営業中。17時までの営業になります。やっぱり不良なんだね。ウニが全部売り切れてて、三陸丼とかもできないんだ。ここに住みました。海鮮系の丼メニューは注文受けてから作り始めるから時間がかかりますと。で、できる限り頑張りますのでよろしくって書いてある。大サインがあるね。中村松俊に佐田正史。さなクンも来てる。すごい。これで1300円です。安いですよ。これは素晴らしい。じゃあじゃあじゃあ一緒のもを頼みました。どどん。どどん。いただきます。ほら。でかい。はい。ごちそうさまでした。ちょうど準備中になったね。うん、そうだ、4時に書いてある。あ、本当だ。ウニが食べれんかった。残念。ウニはさ、北海道じゃなくてさ、東北がいいかなと思ってたんだけど、うん、北海道のウニもう高すぎるからさ。ごちそうさま、うん。安かった。うんうん、最近海鮮丼は避けとったんやけどさ、うん、なんか高いばっかりで最近ここの海鮮丼は安かったね、うん、美味しかった。ご飯も美味しかったね。酢飯三陸丼ってなんかウニが入っとったやつ、うん、しょ生ウニが、うん、それがなかったのは残念だね、うん、だね。午前中に来ないといかんね、うん、また入ります。三陸丼6時また雨降ってきたし、うん、土砂降りだよ。古墳の湯だよ。古墳の湯ここか。ここか。
古墳の湯です。行ってきます。シャワーの温度が低いですって書いてある。急激に水場で下がりますすぐ戻るんでしょ。でもじゃあお風呂行ってきます。衝撃的だった。衝撃のお風呂やったね、うん、入り口にまあ警告っていうか注意はあったんだけど、うん、あの突然シャワーが水になることがありますんで、そうそう、うん、突然じゃなかったよね、うん、最初から最後まで水しか飲んだ場所とか、うん、混み具合によってはって書いてあったんだけど、うん、誰も使ってなくても水しか出んかった。あんまりそういうネガティブなこと言っちゃいけないかなって思ってるんだけど、うん、これは言ってもいいやろ。ほんでさ、外風呂があったんだけど、うん、入ってないんだよ。入ってない。びっくりしたよ。体洗ってさ、シャワーするのに、一瞬なんか、うんって我慢してやっとで。行くぞって思ってさ。気合いレントかけれんかった。夏でよかった。夏でよかったわ。ほんで、水しか出ないって知らないおじさんがさ、うん、もうこう目で合図してくるんだわ。これ水とか言ってっていう感じでさ、目で、ああ面白い。でもさっぱりしたから、温泉のお湯は暖かかった。いや暖かかったか、ちょっとまあぬるめやったよ。そう、うん、水で冷たくなったからかな。もう水かぶりたいぐらいになってさ、出ていこうと思ったけど、まあどんだけ入ってもじゃあ、はい、行きますよ。はい、さっきまですごい土砂降りだったけど、止んだね。うん、すごい天気、なんか天気めちゃくちゃ良くなったね。さあ、着きますよ。ここ、ここ。ハンドだよ、そうハンド。チェンジ。マウス。そう、待て。ハンド。装具。チェンジ。いいって言うまでだよ。よし。よし。何味食べる？原爆。うん、ひふみくん。エモマにも跳ね返しました。日本が何味する？ラ・フランスと佐藤錦とプレーンとデラウェア。デラちゃんいつもそこ行くな。準々決勝。はい、テラおやすみ。今日はテラここで寝るの？ピコちゃん、おやすみ。また。静かに寝てね。よし。よし。おはようございます。道の駅岩手北三陸です。相変わらず天気はこんな風、今朝も雨から始まっております。今日は青森まで進もうと思っております。北海道まであと少しとなりました。そろそろフェリーの予約を考えたいと思います。道の駅で生ウニを買って行こうと思っております。寝てます。このダラダラムードどうする？だってまだお店開かないもん。あと1時間ぐらい雨が続いてまして、行くとこがないね。奥入瀬の方とか行っても多分雨やし濁流やし、そうやね、まあどっちみちそろそろ洗濯はしないとね、ダメなんで。洗濯と買い出し。そうやね、食べ物がなくなったね、うん、水もなくなったかな。フェリーを青森から乗るか
大間から乗るかなんだけど、できれば大森からウィズペットルームを予約したいと思います、うん、でもう明日行こうかな、明日北海道に渡ろう、うん、でフェリー埠頭で車中泊、フェリーの予約ができるか確認してみます。すいません、明日のフェリーなんですけど、青森から函館で、ウィズペットルームは空いてますか？6時25分発は空いてますか？空いてるけど予約電話のは9時からなんだって、うん、今9時前だからもうちょっと後に電話してって言われた、うん、じゃあ予約します。もう繋がらん話し中です。あらまあ、亡くなったりして、キャンピング車なんですけれど、レトリーバーで、カートをお借りしたいんですけど取れました。受付は乗船の90分前から始まります。で、車旅クラブに入ってるから割引がありますって言って、車検証とその車旅クラブのカードを持ってきてくださいって言って、以上です。これ買いました。いろいろ見てます。生ウニ買ってきました。食べますよ、ウニ丼。はい、小雨降る中道の駅へ散歩です。こちこち、今さっさと軽く掃除した、うん、ほらすごい、満いっぱいじゃん、パンパンとんでもない。これが毎日だね。毎日ちょこちょこっとやって、これやから、ドア開けたらめっちゃ上からボトボト落ちてきて、静かやったね、うん、隣のスタンド行きます、うん、はい、はい、じゃあ帰ってきます。給油中。アムロ行きます。誰か。おじいさんになったアムロ。あ、でもクリクリやん。一緒やん。なんでクリクリになっちゃったやろ。昔はサラサラのストレートヘアやったのに。雨止んできたね。ちょっと空が白くなってきた。今は風は0メートルで、気温は27度。太平洋が見えてるよ。青森県に入りました。家を出て、うん、今日が9日目かな、うん、やっと青森まで来ましたまだまだ続きますよ、ゆるゆる。八戸の市街地の方向かいますよ。八戸市の市内を走ってます。休憩します。お腹が空きました。お腹空いた。道の駅六の辺あった。どうだ、ここだ。ここで休憩します。いただきます。で、この、ま、前にあるのがなんか奥入瀬で現存する一番古い最古の住宅だって、江戸時代ぐらいからあるんじゃないかって。大玉日本一の町って。大玉日本一奥入瀬に現存する最古と思われるのがこれらしい、旧苫米地家住宅。
ちそうさまでした。ニンニクの効いたラーメンだったね。めっちゃうまかった。ね、私は普通のだからそんなニンニクは入ってなかったけど。美味しかったでしょ。うん、そしていなり寿司がさ、うん、2個でさ、130円っていうのもすごい安いな、うん。ご飯パンパンに入ってたしね。パンパンの。いいね。あと80キロぐらい先のコインランドリーまで行きます。人ほら正面ある山が八幡岳で、そのちょっと左の方、奥の方にさ高い山が見えるでしょう。ちょっとだけあそこが八甲田山なんだって。映ってるかな、見えるかな。日本中央の日歴史公園だ。ここが下北半島に行く、分かれ道。右に行くと大間の方に行くってことやね。下北半島だから。そういうこと。これ青森湾だってよ。風強いね。うん、津軽半島の方はさ、なんか雨降ってるわ。すごい厚い雲でさ、浅虫温泉。あれ、この辺ここじゃん、ここじゃん。ユーザー浅虫。あ、駐車場ガラガラじゃん。うん、ここ広くなったね。前これチャリやったの。そうだね。8月2日か6日ねぶた祭り、市街地に入ってきたよ。やっと来たね。ここですか。ここです。はい、ここ。はい、洗濯行ってきます。洗濯乾燥乾燥機乾燥機乾燥機洗濯機洗濯機、え、乾燥機付きがないと。そう、洗濯乾燥機っていうのはないの。別々、洗ったら向こうの赤い方が乾燥機はい、洗濯の間時間があるので桃をいただきます。合図の桃ね。いただきます。おいしい。パクパク進むね。今乾燥です。ピコパクやるこれやるやる見て桃よし。はい、あなた持ったよしよしピコの食いつぎがすごいです。ダウンステイよしテロよしエグ。はい、時間が来たので洗濯物取りに行きたいと思います。あ、まだ回ってるわ。あ、でもクールダウンか。はい、終了。来ます。洗濯ご苦労様でした。お疲れ様でした。近所のスーパー、うん、ちょっと買い出ししましょう。はい、行くぞ。はい、行くぞ。 OK 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 出発。ユニバース、地元のスーパーユニバース。入り口は向こうか。サラダ。え？港におるんだって。今？うん。そうなの？じゃあ追い抜かれたじゃん。本当やね。この信号を左です。港に向かいます。フェリーターミナル着きました。ここで今日は休んで朝早い便に乗ります。ここのレガードさん、エムクリさんです。佐賀県から3日間だっけ。2日間かな。2日間かもしれん。すごいわこっちは、うん、1週間以上かかったね。はい、フェリーターミナルに着きました。今散歩です。はい、こう戻ろう。車に戻るよ。
踊ってきました。旅友達さんの車にお邪魔します。ここです。じゃじゃん、M クリさん宅にお邪魔しておりますエアコンの調子が悪いと言ってシェラよし、ピコよし、隣の M クリさんに突撃。お邪魔します。大丈夫かな。はいお隣のエムクリさんに突撃めちゃくちゃ綺麗ですよ、うん、本当に人は全然違う。全然違う。かわいい。これ照明がある。そうなんや。この椅子があるから、これをゆっくり食べる派のこれを取るんだよね。ね、争いを切るね。食べたもんね。おやすみなさい。ちょちょおやすみ。ピコおやすみ。はい、エアコンタイマーです。